この動画を見るとわかること。一つ目は、今日、株主優待情報が更新された銘柄と更新内容がわかる。二つ目は、今日、ストップ高やストップ安した銘柄とその理由がわかる。三つ目は、今日、良いニュースがあった銘柄とニュース内容がわかる。まずは今日、株主優待情報が更新された銘柄と更新内容を見ていきましょう。クラウドワークスは上場10周年を記念して2024年12月末の時点で300株以上を保有している株主に一律1万5000円分の旧竜王カードを贈呈することを発表しました。サンリオは長期保有優待の内容を決定し、300株以上を3年以上保有する株主には株主限定のアクリルスタンドを贈呈することを発表しました。また3000株以上ではぬいぐるみ、6000株以上ではオンライン懇談会参加券も提供されます。今日、ストップ高となった下記の銘柄についてご紹介します。JVC ケンウッドがストップ高となった理由は、前日に発表した第一四半期決算が非常に好調だったからです。営業利益は 60.2 億円で、前年同期比 20.2% の増加を記録しました。月計画の182億円も順調に達成される見込みです。特に北米の公共安全市場での業務用無線機の販売が好調で、全社的に想定を上回る実績を上げています。また、第二四半期以降も好調な販売が見込まれているとのことで、これが市場の期待感を高める要因となっています。今日、良いニュースのあった下記の銘柄についてご紹介します。日本ハムの第一四半期決算が発表され、事業利益は146億円で前年同期比 20.0% 増となりました。従来の計画では110億円程度と見られていたため、これを大きく上回る結果となっています。海外事業の拡大や加工事業の単価上昇、経費削減効果が増益に寄与しました。月予想は据え置かれていますが、円高の反転もプラス要因と考えられ、業績のさらなる上振れが期待されています。コナミグループは第一四半期の決算で営業利益が251億円となり、前年同期比で 46.6% 増加しました。この結果は市場予想の210億円を大きく上回り、四半期としては過去最高の利益となっています。特に、東南アジアや南米でのアイテム課金型サッカーゲーム、EFOOTBALL のユーザー数が増加し、さらに25周年記念商材、遊戯王カードの売り上げも拡大したことが、好業績の背景となっています。アストマックスが急反発しています。前週末の取引終了後に発表された4月から6月期の連結業績の速報値によると、売上高は前年同期の24億9600万円から35億3300万円に増加し、営業利益も4100万円から3億4900万円に大幅に増加する見通しです。この好材料を受けて、買いが入っています。モノタロウの第二四半期累計の連結決算は、前年同期比で売上高が 12.1% 増の1393億9700万円、営業利益が 15.3% 増の177億2900万円、純利益が 14.9% 増の124億9500万円と、すべて2桁の増収増益を達成しました。新規顧客獲得や業者向けネット通販事業の成長、大企業向けシステム連携による販売の高成長が要因となっています。円安や商品ミックスの影響で損率は低下しましたが、販管費の改善により増益が実現しました。24年12月期の通期業績予想は、売上高2865億7000万円、営業利益358億2000万円、純利益250億9600万円の見通しを据え置いています。プログリッドの英語コーチングサービスが9月1日から試行価格を改定することが発表されました。この価格改定は、初級者向けのビジネス英会話、TOEIC L&R コースの受講価格を43万5600円から45万7600円へ引き上げるもので、値上げ率は 5% 台から 6% 台に達します。この改定は好材料として市場で評価されています。富士変速機が続伸しています。親会社の立川ブラインド工業が株式交換により、富士変速機を完全子会社化することを発表しました。この完全子会社化により、グループ全体の企業価値の最大化を目指して、さらなる成長戦略に取り組むと言っています。これは富士変速機にとって非常に好材料です。日大の第一四半期の連結経常損益は1億1000万円の黒字となり、前年同期の3100万円の赤字から大きく改善しました。また、上期計画の1500万円に対して進捗率は 733.3% を達成し、すでに計画を大きく上回っています。さらに、直近3ヶ月の売上営業損益率も前年同期のマイナス 3.1% からプラス 3.3% に急改善しており、非常に良好な結果を記録しています。
北越メタルの第一四半期の連結計上利益は前年同期比で 22.3% 増の 1.8 億円に伸びました。この結果、上期計画の 2.5 億円に対する進捗率は 72.4% となり、5年平均の 43.5% も上回っています。さらに、直近3ヶ月の実績である4、6月期の売上営業利益率も前年同期の 1.3% から 1.6% に改善しました。日本製鉄が全般相場の下落の中で反発しています。1日の取引終了後に発表した25年3月期の連結業績予想で事業利益を6500億円から7000億円に上方修正しました。この変更は前期比で 19.5% の減少を示しますが、売上高は8兆8000億円で前年同期比はわずか 0.8% 減にとどまっています。さらに製鉄事業におけるマージンの改善や在庫評価差の好転が利益を押し上げる要因とされています。ダイトロンは24年12月期の第2四半期累計で経常利益予想を60億円から61億5000万円へと修正しました。この結果、前期比で 22% の増益が見込まれます。また中間配当も5円増額されることになりました。これにより投資家から評価を得て株価が反発しています。売上高は前年同期比で 24% 減少したものの、北米での増収が業績を押し上げており、海外事業の影響もプラスに働いています。田中建設工業の第一四半期の経常利益は前年同期比で 51.4% 増の 4.8 億円に拡大しました。また、月計画の 16.5 億円に対する進捗率は 29.3% に達し、5年平均の 20.7% も上回っています。そして、直近3ヶ月の実績である4、6月期の売上営業利益率も前年同期の 13.3% から 18.6% に大幅に上昇しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあれば、ぜひコメントください。